はい、スラシナです。今回のスラムダンク考察は、はい、スラムダンク原作で登場した高校の中で一体どこが強いのかっていうのを考えていこうと思います。10位から1位までランキングにしてありますので、各チーム解説していこうと思いますので、もしよかったら最後までお付き合いくださいませ。ではまずスラムダンクで登場した高校で強いと思う高校第10位は静岡県代表城西高校。はい、とりあえず城西高校と言われてすぐに頭に浮かぶ人は原作をしっかり読んでる方だと思います。この城西高校は湘北が全国大会に出場を決めた後、湘北と合同合宿をした高校です。そしてその時の練習試合の成績は3試合して1勝1敗1分けとなってます。はい、まずこの城西高校を10位に選んだプラスのポイントですが、やはり昨年全国ベスト8の実績と湘北との練習試合で互角の成績というところでしょうか。しかしこの練習試合がマイナスポイントでもあります。この時の互角だった湘北は安西先生と桜木花道が不在でした。この2人の不在は大きいと思います。そしてもう一つのマイナスポイントは、何といっても全国大会2回戦で明豊に102対56で敗れているというところでしょう。まあ相性とかあるにしてもやられすぎかなという印象です。はい、というところで静岡の城西高校が10位。続きまして強さランキング9位にランクインしたのは激戦区大阪を2位通過、抜群のオフェンス力、豊玉高校です。はい、豊玉のプラスのポイントはまさにこのオフェンス力。大阪大会の得点ランキングは1位から3位まで豊玉で独占しています。その中でも得点王の南に関してはオフェンス力だけではなくバスケセンスからスタミナまでスラムダンクの中でも屈指の実力者だと思ってます。ただやはり湘北戦でのラフプレーとそのスランプで南の評価は良くなく、ダークヒーロー的なイメージがあります。そしてこの豊玉のマイナスポイントは何といっても金平監督とうまくいっておらず、指揮系統の状態が最悪なところです。これでは接戦において柔軟な対応ができず、競った試合を勝ち取るのは難しいと思います。あともう一つ、この豊玉はインサイドに関して能力不足をやはり感じます。はい、というところで大阪の豊玉は9位にランクインしました。続いて強さランキング8位の高校。8位にランクインさせたのは打倒海南大附属、打倒巻に燃える神奈川の強豪校、翔陽高校です。この翔陽もマイナスポイントといえば監督不在という監督の部分です。ただし豊玉と違うところは指揮系統に関しては藤間が統率力を発揮しています。ただやはり藤間がプレイヤーに専念できないというところと、最終的に高校生のみの集団というところはかなり厳しい部分があると思います。そしてこの翔陽のプラスポイントは何といってもその高さ、2番の長谷川から5番の花形までずらっと190台が揃っているのは脅威です。原作では藤間の出場時間が14分のみとかなり短いことから完全に機能しなかったんじゃないのかと思ってます。機能こそすれば相当強いチームと思います。というところで神奈川の翔陽高校を第8位に置きました。はい、続きましては強さランキング7位の高校です。7位にランクインさせたのはスタメン5人中4人が2年生、次の年の期待値はナンバーワンでしょう、神奈川の陵南高校です。この陵南高校のマイナスポイントとしてまず心配なのはキャプテンの魚住くんですね。原作では決勝リーグ大事な2試合、海南戦ではテクニカルファール込みの5ファールで退場、湘北戦でも4つのファールで途中引っ込められフル出場できていません。そしてその他にも陵南の弱点は外から狙えるシューターがいないというところ、あとガードコンビが頼りない、パッとしない、そういうのもあります。ではプラスポイントはというと、マイナス面でも名前が挙がった2メーター2センチの魚住くんの存在感、合わせて仙道も190センチ、福田も188センチと、このフロントラインは間違いなく強力です。そして何といっても陵南といえば仙道です。彼の勝負どころでのパフォーマンスはこのチームの最大の魅力と思います。はい、というところで神奈川の陵南を7位に持ってきました。
続きまして強さランキング6位の高校です。6位にランクインさせたのは、昨年のインターハイでは全国ベスト4ながらも、この年は明豊工業に遅れを取り愛知県2位通過、愛和学院です。前年度ベスト4の実績で判明している情報が少ない割に6位は低評価と思われるかもしれませんが、まずは愛和のマイナス要素からいきたいと思います。真っ先に頭に浮かぶのは森重博のいる明豊工業に敗れた試合ですが、前半最大で30点のビハインドを受けています。森重の退場後6点差まで巻き返しましたが、考え方次第では相手の主力森重が途中で抜けたのに6点差で負けたとも言えます。もう一つはスコアなど詳細は明らかになってませんが、このトーナメントで愛和学院はおそらく海南大附属に敗れているということです。まともに登場していない愛和学院がさらっと2敗もしているのはマイナスポイントと言えると思います。逆にプラスのポイントとしては、やはり愛知の推し諸星の存在でしょう。全国単位での知名度と、わざわざ牧が愛知まで偵察に行くところから、実力は海南の牧と同格と考えて間違いないと思います。特にアニメでの描写も参考にすると、この愛知の星諸星は内からも外からも点を取れる、かなり得点能力の高いプレイヤーだと分かります。というところで愛和学院を6位に持ってきました。続きまして強さランキング5位の高校です。5位にランクインさせたのは、大阪大会を制した大英学園を持ってきました。まあほとんど情報のない大英学園ですが、強いてマイナスポイントを挙げるなら、この主軸の土屋を大阪出身の彦一が知らなかったというところでしょうか。自称大阪一のチェック力を誇る男がチェックしていないということは、無名の力を利用して勝ち上がってきたダークホース的なところがあるのかもしれません。なんせトヨタマのデータはこのくらい持ってるようなチェック力なんで。とはいえプラスポイントとしてもこの彦一のセリフです。どことなく船頭さんタイプと口にしているところ、これは船頭を尊敬する彦一にとって最大級の賛辞にあたると思います。はい、というところで大英学園を第5位に持ってきました。はい、続きまして強さランキング第4位の高校です。4位にランクインさせたのは神奈川を制し、全国大会では決勝まで勝ち上がり、最終実績は全国2位の海南大附属です。全国2位という成績がありながらランキング4位に置いたわけですが、マイナスポイントから見ていきましょう。海南の弱点として挙げられやすいのがインサイドの弱さだと思います。パワーフォワードの武藤184センチ、センターの高砂191センチと、身長の面でも他の高校と比べると小柄ということもありますが、湘北戦では前半で捻挫して途中で抜けていた赤城に対し33点取られています。格下の相手では目立ちませんが、本調子の赤城級のセンターがいるとインサイドから相当やられるということになります。あとリザーブの宮橋ですが、実際はディフェンスで極端な穴となり強豪相手では使えないでしょう。では海南のプラスポイントですが、やはり原作での実績が強いです。僅差であれ湘北と陵南に連勝している実績は大きいです。そしてやはり牧と陣のコンビ、どこと対戦しても警戒されマークされたと思いますが、全国準優勝しているということは分かっていても止められないコンビ、そういうことになります。はい、というところで海南大附属を4位に持ってきました。そしてここからはその海南より上のランキングということになります。強さランキング3位にランクインさせたのは、愛和学院を破って愛知県1位通過、明豊工業です。この明豊も森重の存在以外はほとんど明らかになってませんが、マイナスポイントから上げていこうと思います。まずはやはり森重博のワンマンチームである可能性が高いということ。それは愛和戦で森重が退場した後に愛和学院にかなり追い上げられました。ということはやはり森重が退場に追い込まれた場合、戦力が相当ダウンするということです。そして明豊のプラス面ですが、これも森重の、特に全国大会2回戦の城西高校との試合での森重のスタッツが化け物です。50得点、22リバウンド、10ブロック。ここまで来ると、情勢は愛和対明豊の試合は調べなかったのかと、何の作戦も立てずにぶち当たったのかと思ってしまいます。あともう一つは、
作者の井上先生がインタビューでインターハイの優勝高校は明豊ではないとコメントするまで明豊工業優勝説が有力だったことです。ということはファンの間でも決勝で明豊が海南に勝利したところを想像した人が多かったことになります。はい、というところで、3位明豊工業を持ってきました。はい、いよいよ強さランキング第2位の高校です。2位にランクインさせたのは問題児軍団、そうこのスラムダンクの主人公の高校湘北高校にしました。湘北は長所と短所の振り幅が大きいチームと言えます。まず湘北の弱点としては三井ルカーのスタミナ不足、そして両名の田岡監督が指摘していたように、層の差、ベンチの弱さ、この2つは湘北の弱点としてよく挙げられるのですが、三井はガス欠すると覚醒しがちというところもあります。そして交代で登場した弱点とされるベンチの小暮くんや角田も何気にディフェンスで穴になったことはなく気合で守り抜いている印象です。では湘北の強みプラスポイントですが、スタメン5人全員がスタープレイヤーというところです。海南でも陵南でも基本的にやられ役に近い弱キャラクターがいますが、湘北のスタメンにはやられ役キャラクターが設置されていません。特にオフェンス面ではインサイドの覇者赤木がいて、外からは三井久志がいます。加えてオフェンスの鬼ルカがオールラウンドに点を取れます。正直、客観的に見て湘北はかなり強いチームだと思います。この湘北をランキングの2位に持ってきました。はい、そして強さランキング1位はもうこの高校しかないでしょう。絶対王者山王工業です。この1位は同意見の方多いんじゃないでしょうか。正直弱点らしい弱点はありません。強いてあげるならばアウトサイド専門のピュアシューターが描かれてません。ただその分この山王工業のメンバー延べ以外の4人は深津、沢北はもちろん、松本もおそらく、川田正史もスペースを与えれば各々が外からも打てるシュート力を持っており、とても近代的なスタイルのチームと言えるでしょう。そして強み、ストロングポイントは湘北以上に全員強キャラです。高校生ナンバーワンプレイヤーの沢北に最強の男と言われる川田正史、司令塔はキャプテンであり海南の牧と評価を二分する超一流のポイントガード深津、一流のリバウンダー延べに一流の得点能力を持つ松本、超一流か一流しかいないラインナップになっています。ではなぜ山王は負けたのかという話になってしまいますが、それはまた別の動画で考察しようと思います。はい、というような感じで今回はスラムダンクの高校をランキングしてみました。はい、今回のランキングあくまで僕個人の考えでのランキングになりますので、ご了承くださいませ。スラムダンク好きの方はもしよかったら他の動画もぜひ見ていってください。はい、今回も最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。